那你走过马路就一样的，这么简单。お久しぶりです。一応仕事お久しぶりです。元気ですか？やだ元気です。いつも動画で見てるからか。いつも動画で見てるから。変わってないっす。なりました。お久しぶりです。回してる？回してます。すごい YouTuber。 いやー、こんなディープなところに来ていただけると。めっちゃ嬉しい。じゃあ今日はディープロンシャンスーをご案内します。お願いします。それでは。すでにもう飲んでいる。あ、本当ですか？ごめんね。飲みましょう飲みましょう。そうだよ、いいお店を紹介したいもんね。わあ、すごい。ここ良い、ここも良い。ここも良い地です。ここが2個目の良い地で、良い地が2つ重なってて。なるほどね。こっちがファーシー JES で、こっちが、あ、こっちがファーシー J か。向こう側がもう1個のロンシャンスーの良い地で、こんな狭いのに2個あるっていう。あとはあの多分こういう人たちは夜のお店の人たちで、ね、ただ臨戦よりやっぱ年が上の方が結構あのやっぱり落ち着いてる感じ、落ち着いてる方が多い。キャピキャピしてる感じじゃないね。なのでやっぱちゃんと需要と供給がちゃんと合ってるっていう。なるほどね。いいですねこの雰囲気。ビール飲みたいですね。ビール飲むか。ビジョビジョビジョ、これなんだろう。魚？美味しそう。ハオツ、ハオツマ。ここでちょっと食べますか？イカ？あー、うまそう。ビール、ビールと、ビールと一緒に。いや、もう。あー、いいやんだ、ガンター、いいやんだ。やっぱりね。ああ、バンジャー。あと、魚。魚。ああ、肉？肉はない。肉はない。今ね、イカと魚しかない。あ、イカと魚しかない。じゃあ、とりあえずあれでいい。イカと魚。と、ビール1本。うん。OK。これ取りますか？カッて珍しいですね、なんか。あー、ビール来たー。あ、ジンパイよ、ま。ジンパイ？うん、ジンパイ。ジンパイの方だ。あ、よかった。ちょっと安心するね。じゃあ、後で思い出になるからっていう。そう。じゃあ、どうぞ、お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。あ、シュ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 。お疲れ様です。ありがとう。シュシー、ウェルカムバックトゥータイペイ。うお、うまい。じゃあ、いいですか、すいません。YouTuber、カナダの日本人 YouTuber が。YouTuber ってほど動画は出してないけどね、気まぐれです。でも本当に動画の内容面白くて。ありがとう、私もいつも見てるよ。ありがとうございます。じゃあ乾杯しますか。はい、乾杯です。ディープだな。ディープだ。あー、美味しい。また後ろと合いますね。本当だ。うわー、ライダーライダー。すごい、イカだ。めっちゃイカ。これなんだろうね。これ味噌か。味噌って。そんなうまいことはできないから。うまそうですね。ねえ、フラッと入って。いただきます。いただきます。じゃあお先にいいですか？はい、どうぞ。どれにしようかな。このいい。あ、で、ちゃんとこれと一緒にね、食べるわけね。そうだ。で、ちょっとタレとかつけて。あ、これすごいよ、このタレ。うん、なんか予防外。めっちゃ噛める。え、プリップリ。プリップリで美味しいですか？すごいプリップリで、あ、これが合うわ。これビージョーやばい。ビージョーやばい。うん。乾杯。乾杯。ビージョーはすごいこれ。しかもこの動画が、
効いてて。めっちゃスッキリしてるから、どんどんおすすめ。やった。イカってさ、すごい噛めない感じになってるの。え、食べる。食べて、食べて。いただきます。ミルク、ミルキーフィッシュ。妙に、妙に、骨なし。骨なし。あ、いいよ。食べやすい。あー、いいね。サバヒ、サバヒだ。めっちゃいいよ、美味しそう。ビールに進むやつしかめっちゃ美味しい。超おっさん超おっさんじゃない。でこれをこうやって見せてた。いただきます。はい、いただきます。だから、うん、あ、美味しいよ。ゆっくりな。すごい肉厚じゃない。美味しいでしょ。めっちゃ肉厚。これはうまい。美味しいね。ずっと噛めるやつですね、ね、本当に。え、なんかちょっと予想外な感じ。見た目とは違います、ね、見た目と違う。熱い。うん、熱い。へその部分も、うん、このタレも美味しそうですね。本当だ。生姜、生姜食べすぎて体がポコポコ。めっちゃポコする。ここ穴場だな。うん、来たことは？ここはなかった。ないんだ。入口どうですか？今さ、本当にちょうどさ、食べてたの美味しそうだったからさ。美味しそうなもの全部食べようって。大体どのぐらい食べるかな。ベトもうまい。うん、あ、こっちもどうぞ。ありがとう。食べないよね。こっちも生姜だね。生姜多いですね、うん、でもさ、この細い生姜すっごい好き、私これ。いや、生えるな、やっぱり。本当に大丈夫？YouTuber 生えるな。大丈夫？私でもなんかさ、いつもさ、そんな撮ってる方、そう、撮ってる方だから。演者の方では、うん、撮ってたら、どうやって映ってるか分かってるから。ちゃんとこうやったりしてくれるから。いただきます。こういうやつでしょ、こういうやつ。そうそう。こういうやつ。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。こっちの方が美味しいかな。うん、こっちいいな。こっちの方が味がしっかりしてるね。ミルキーで。うん。これはいい調子。美味しい。もうなんかすごいさ、こう通る人たちがさ、すごいスローなんだよ。めっちゃ悪いけど。スロー再生されてる。すごいスロー。あ、失礼します。大丈夫です。ありがとうございます。いや、いっぱい飲んで、私なんかもうすごい飲んできちゃったの。本当ですか？じゃあ美味しいためにも。うまいよね。あ、いいです。ワインと小籠包。そう。いいです。ワインと小籠包もいいんだよね。お疲れ様です。カナダ行きたいな、僕も。カナダ絶対好きだと思う、なんか。ビールが好きな人は。ブルワリーがいっぱいあったり。うん。IPA とか大丈夫？大好きです。あ、じゃあもう完全にだね。え、逆にそっちの口ですか？ IPA 好き。うん、IPA 好き。結構何でも飲むけど、なんかそのカナダに行って IPA 飲んでたら、もうなんかすごい薄く感じちゃってさ、日本のとかが。いいですね。なんかすごい飲みやすすぎちゃって、逆に。これをもらったんですよ。なにこれ、超かわいい。タピオカを入れるケース。どういうこと？ここにタピオカがスポッてしっかり入って。え、どうやって飲んだの？ここに入れるじゃないですか。うん、今持ったよ、ちょっとやって。いつかめっちゃでかくない？入るか。ちょっと押し込めよう。おー、すごい。なるほど。で、最近可愛いのもいっぱい出てて。そうなんだ。袋が有料化されるの。あ、そうか。資源。こうやってやる感じ？そうです。じゃなく、食べたい時にこうやって。そうそう。ビール僕はビール入れようかなって。あ、いいじゃん。超やばい、飲んでの人。それにそれは入ります。あー、ビール。まあまあ、まあ、でもこれの意味はないよね。意味は特にない。いける。撮影してる。もうすごい、やっぱいるんですね。やっぱこういうちょっとディープな感じだったりしたい。僕らも撮影してほしいですね。本当だね。
もうなんかこうディープなゴシップ全部インスタ黒そうだ、ね、黒黒のやつ全部だからみんな考えてるんでしょ、うん、だからこういうところが熱いかもね、意外と本当に、なんかそもそもガイドブック本当ロンチャン数見て終わりだよ。10杯いく？第一品、10杯ここの中国語の発音だけは完璧何回も言ってたなかなか授業の中国語は伸びないついに先生にバレて、うん、あれ中山この前 YouTube 見たぞ。お、嘘。なんか飯食ってたな、うん、すいません謝ることないですよ、うんうん、なんかね、ちょっとねそしたらなんか友達がプレスクッキーそうだね、ちょっと長かった美味しかった美味しかった先生、先生你们的你们是老店吗？几年？大概几年？五十七年。五十七年。哈哈哈哈哈哈！都很好吃，谢谢。谢谢。五十七年はすごい。美味しかったですね。次行きましょう。あ、でも全然やってたよ。あそこだけだった。